おはようございます。7月5日金曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね、今日もね。昨日は夜はねしっかり出れてるみたいなんですけどね、朝早くと夜出たのかなっていう感じ。日中はね結構ね風があったような予報が出てたんですよ。おはよう。ぼちぼちあります。はい、ということでじゃあ見ていきましょう。はい、キスゴが出てますね。ただ件数は少ないですね。小ギス、数件はね出てるみたいなんですけど、まあやっぱりねわずかですかね。はい、ハモ昨日はね少なかったからめちゃくちゃ高かったですね。今日はどうでしょう、何箇所かねあるみたいなんでね。はい、今日もちょっとハモ頑張ってみたいと思います。マナガツオプラチューぐらいですね。はい、今日もこっちのイカシが少しだけねありそうですね。はい、昨日ね一応ストックができてますんで慌てることはないんですが、中ギスもありますね。お、結構大きくなってきてますね。いいんじゃない。だん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 大きくなってきてますね。はい、タコも今はもう本当タコ調子がいいですね。よく上がってきてます。しかも大きいですね。はい、こういう風にもね結構ありそうです。今日おはよう。連長は、何箇所かありますね。一軒一軒はね少ないんですけどね。はい、っていう感じで、こちらはまだ出荷前。でも8割ぐらいはね出荷予定になってますんで、最終的には後ろまで来そうな感じがしますね。はい、活魚コーナーですが、活魚も出荷量が少ないですね。そうですね、取れないのもあるんでしょうけどね、暑いからねなかなか行きないですよね。水温がね上がってしまうとなかなか元気な状態ではね保てませんのでね。はい、当たりガニですが、これ結構でかいね。どうなんですかね。これは打ち粉はないような感じですけど、あんまり今はね当てにできないですね。はい、こちらは車エビ。車エビのねちょこちょこ姿見せてますね。まだちょっと小さいかな。はい、こちらは出荷前ですね。何が出てくるんでしょうか。どちらにしろ少なめです。はい、競り場ですが今のところこんな感じですね。5分目6分目っていう感じですかね。はい、まだ出荷は続いております。はい、今日はねハモもこちらにも結構ありますね。ちょっとサイズがでかいかな今日は。はい、貴重な数少ないスズキ。丸いね。よく超えてるんですけど。はい、こちらにもこっちが並んでますね。こっちと手前には連長。
ここにも中ギスがありますね。小物もね、今日も結構ありそうですね。はい、こちらの連長はしっかり並んでますね。はい、一目のペンで、おお、よう超えてますね。どちらでもいいですね。うん、タイもね、じわじわと良くなってきてますよね。はい、こちら橋の列ですが、タコ、タコもね、本当にサイズが良くなってますよね。いい感じ。まあ結構ね、高く買ってもね、目方があるんでね、単価的にはそうでもなかったっていう方パターンがね多いですよね。エビリ、シラセエビ、シラセエビ本当大きいよね今。結構人気ですね。まあ数が少ないからね。はい、小物、ここにもキスゴがありますね。3軒ぐらいあるのかな、キスゴ。はい、っていう感じで、こちらも6分目から7分目一応出荷予定にはなっております。はい、はい、送りの荷ですが、ああそうですね、やっぱり送りの荷そんなに多くないかなっていう感じですね。おはようございます。はい、わかりました。ああ寂しいな。こちら鳥取のイワシですね。おー、いいね形が。思ったよりね、まん丸。これは結構脂あるでしょう。はい、じゃあ一つもらっておきましょう。おー、いいいい感じ。はい、まあ言うてもやっぱ空箱いいですね。なかなか。おはよう、かっちゃん。まだちょこちょこ上がってますけどね、数はやっぱ少ないんですよね。姿は見えるんですが、そんなに量が上がってきてないっていうか。ここにも鈴木がパラパラとありますね。はい、イネゴチ、あ、飛び出てるわね。これここやないん、これ。うん、元気元気ね、飛び出るね。はい、あ、今日もね、本バイガイ来てますね。大きいんですよ、このバイガイがね。まあ、私もね、ちょっと前まで地物で取れるっていうのを知らなかったんでね。ちょっと一回ね、試してみたいですね。本当にでかいんですよ、これ。どれかしたら、あの豆サザエぐらい大きさがありますけど、ね、大きい、ムチムチです。元気いいし、はい、という感じで、まあ、あとはね、まあ似たような小物がパラパラと並んでますがね。メゴチあたり欲しいですね、そろそろ。はい、これはヒゲ剃り台ですね。小さめですけどね、ちらほら見るようになってきましたんで、そのうちね、もうすぐ大きなやつも上がってくるんじゃないかな。はい、こちらにも結構タコが出てますね。小物、小物、はい、コショウダイがよう並んでますね。はい、今日もね、カメの手が入りが悪いんじゃない、今日。もさっとしちゃって、全然ついておけ。でも昨日のよりでかい。でかいね。よっしゃ。
頑張ってみようか。昨日熱中症だったけど今日はないし。熱中症だった。熱中症だから1時ぐらいにもうロッキーした。いけんじゃん。はい、内海のサザエ。というわけでこっちのイカシでできましたね。おお。数はまあ少なめですけど、型はいいですね。結構みんなこの辺でも1キロはありそうですからね。はい、この辺はもうかなりでかいですね。 1.56 大きなエコチ。おー、太っすんごい。はい、こんな感じです。はい、活魚戻ってきましたが、うん、なんか少し出てきてますが、天然鯛ですかね。はい、まあまあの大きさ、3キロ、4キロまではないな、3キロ台。あ、これはちょっと、まあ、まあまあって感じなんですけど、うん、まあね、水温が高いんでね、結局その鯛もね、取れたとしてもなかなかいい状態でね置いとけないんでね、難しいとこでしょうね今ね。はい、ということでこちらはエビ。あー、まああれから増えてきてませんね。こっち側少しだけ中華で出てきたぐらいで、仕方ないですね、取れないもんは。はい、こんな感じです。釣り始まります。はい、今日もねちょっと刺身もねなかなかいいもんがないですね。まあタイでも買えれば頑張ってみましょうか。いいのがないんですよね。ガロカ8000度、カイランカ、エーカー8000、ガロカ4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 000度、カイランカ、エーカー8000、ガロカ
アローカいるんか、アローカ今度が310番7さ、アローカ追えば、アローカいるんか、アローカ210番が1番、アローカ200円死んだ、アローカ落ち先輩もダメ、アローカいるんか、アローカいるんか、6800度、カイランカ6500円、アローカいるんか200円度、カイランカ6000円、アローカ6000度、カイランカ5800度、カイランカ A か54安の、アローカいるんか、アローカ1杯、アローカ1杯度、カイランカ A か、アローカいるんか。はい、ハギミンです。おはよう、てーちゃん。ひよみ、おはよう。おはよう。なんもないよ。なんもない。いやいや、あなたが来ちょる時点でもうないのは分かっちょる。いやー、しかし出れんな。味が出れん。味不足じゃ。中ぐらいのマナもね、出てきましたね。これでまあ800、これは2キロちょっとぐらいありそうですけど、これちょっとなんか見た感じ細いですよね。薄いっていうかね。全部これは川さえ行けんと思って川したら終わってしもた。アドカ5000が剣がアドカ53、アドカ5000円が32、5000円がアドカ32、39が3、水から打った剣がアドカ2000、アドカ1、アドカ1と1000の剣がアドカ51番、51番が1、アノが1と3がアドカ1、アドカ1000の剣がアドカ32、32が1、アワリカ1とアドカ20番、アドカ53、アドカ53、5100円が1番、5100円がアドカ14が1番、14が1番が1、下から3、
アドカ5000円、アドカ2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 000円、一個一個。三五五カードか、はい。周りか三五三千。カードか三千円。カードか二パー。カードか二パー。丸。2800円。カードか380。380円。はい。一丁一丁カードか2000。カードか2000円。カードか2億。カードか2500円。カードか3000。カードか3000円。カードか2億。カードか1万。2600円。カードか9万。はい。アドカリトイトカンガドカゴテンアドカゴセインカドカゴアドカゴセンガテンアドカセンガオテンガテンガドカサンデルテンカワリカゴゴテンアドカゴセインカドカゴテンカワリカニキュニオアドカニセンガテンガドカニニサンキュニニセンガテンガドカサンキュニガイトイコチガイチョウアドカセンガテンガドカセンガテ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 ンガアドカ1000の剣のアドカ1番のアドカ1000円マルケバン1000円のアドカマルキーの番マルキーの番ですはいエビがいこうアドカ1000の剣のアドカ1000円600円9番1000円9番2倍兄がいいと3が3000円アドカ3000円かアドカ3号アドカ3000円の剣のアドカ3号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 アドカ1000円アドカ2000アドカ2000円アドカ2000円が5番2000円アドカ5の1番5の1番ですはいお出せカードか4号カードか4000カードか5000カードか5号カードか5000カードか3万9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 000カードか4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 000マルキーの時間がどうか2位カワリカドカ3番カドカ3号カドカ3号ドカエカマルキーの時間マルキーの時間がカドカレントイートカンガドカ5号カドカ5000カドカ53カドカ5000カドカ5000カドカ5000カドカ310番カワリカ5000カドカ3番カド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 カ5000カドカ3600円が1000秒 !310 倍トイ赤いカードか2000カードか2000円カードか2000円カードか2000円お父ちゃんよあやこれそうかあ1枚あ1枚2000じゃ1号あ1号じゃ1000円あ1000円1000円1000円じゃ800円500円あ500円500円500円じゃ300円はいあ300円155番結構やったありがとうありがとうあ2000じゃ2000じゃ2000じゃ1100円マルケの3番1100円マルケの3番1100円はい3000じゃ26村さんが早かったマルケの3番26はい26マルケの3番26マルケの3番58よはい金物系これ3000はい3000 2番25じゃ2000じゃ2000マルケの10番2000はい2000マルケはい帰ろう。ウリの値段まだ分からんのよ。今言っていいんですか。いやこの後なんか目につくもんがあればね狙ってみたいんですが、はい、北海道のアサリ大きいやつね入ってます。はい、ということでこれはね注文のもんなんですけど鍵の玉だすんごいでかいね。ああ1.2 ぐらいありそう、うん、でかい。はい、動かしてます。はい、ということで競りもねもうすぐ終わりそうですね。はい、私も戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日の水揚げですけど、まあ今日はねまたさらにまあまあありましたねそれでもまあまあぐらいですけどね。ああ、まあ結局ね夜とかね決まった時間帯にしか出れないからね同じもんがバーっと、うん、上がってきてしまうんですけどね。小物に関してはまあ金曜日なんですけど結構落ち着いた相場でね競り落とされてましたね。まあまあ簡単に言えばやかなり安かったですね金曜日にしては。はい、ということでまあとりあえずね今日も天気がいいんですがちょっと風がね出そうなんで
あ、出れるかどうかっていうのは微妙なんですが、夜には出れそうなんですけどね、まあ、夜だけだとまた同じような感じかなというふうには思うんですけど、どうでしょうか。はい、ということで、さあ週末になってきました、金曜日です。今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それではね、戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日の水揚げですけど、今日もまあまあという感じですね。まあ昨日よりもまた1割ぐらいは多く上がってったみたいなんですが、まあ同じものが多いっていう感じですね。まあ仕方ないって言えば仕方ないんですけど、まあまあ週末に来てね、こうやって水揚げが増えてくるってことは、まあスーパーさんなんかでもね、かなりやっぱ小物多いっていうのは助かると思うんですけどね。まあ私もね、少し買い足すことができましたんで、まあこれはありがたい話なんですが、ただね、ちょっと刺身物の方はね、もうちょっと欲しいですね。タイなりヒラメなりね、ないこともないんですけどね、ちょっと物と値段が釣り合わないかなっていうものが多いですよね。まあどこもね、やっぱ注文があるんでね、仕方なく買うっていう感じなんですが、まあ中にはね、1、2匹ぐらいいいのはあるんですが、その分に関してはやっぱ私は買えなかったですね。めっちゃやっぱ高いですよね。あとはどのぐらいそれが必要かっていう、もう気持ちの問題でしょうけどねはい、なかなか厳しいです。はい、まあとりあえずはね、はい、今日もしっかり揃いましたんでね、これでバッチリ店の方を作っていきたいと思います。はい、さあ週末金曜日です。皆さんも今日一日をしっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よし、頑張っちゃおう。はい、お店到着です。いい天気ですね。なんか久しぶりに青空見たような感じがします。はい、今日も暑くなるんでしょうね。暑くなるのはいいけどね、この風が出るのはね、風がないから暑いっていうのは分かるんですけど、やれやれって感じで。あら、あ、おはようございます。誰ですか？あたおかおきょん。あ、こちらの方よろしくお願いします。皆さん、うなぎね。はい、うなぎのご予約受けたまっております。早めに。去年もね、店売りなくなったもんね。はい、今年は7月の24日水曜日です。はい、あら何をお尻隠しよはい、おはようございます結論出た、もっちゃん明日ぐらい明日発表三つどもえの明日おばちゃんにあんしてもらうにゃはい、ね、もっちゃん今お掃除してくれてるのでね、あのかっちゃんがここにいてくれるので2人でやっていきます。はい、お願いします。昨日のコメント紹介をして本日終わります。今日はね、あのタイムラプスしか撮ってないけんね、なんか撮るもん別になかったから、すぐこれ多分終わるかな、編集もね早めに上がると思います。明日土曜日でね、盛り合わせもあるのでゆっくりしてください。では縄田さん、縄田さん2件入ってた。幸子の仕掛け人は からしやろ。幸子誰？からし。わさびだろ、やったら。からしやろ。わさびのことやな。ちょっとやめてな、あとさん。幸子。からし。からしのこと幸子ちゃん。誰が？かっちゃん。かっちゃんしかないわね。何言おうか。からしの仕掛け人は社長で。お京さん、かっちゃん、もきっちゃん、3人ともやられたのか。かっちゃんしかやられてないよ、わさびは。いや、何気に持ったんもう。いや、なっちゃった。カーってなった。かっちゃん、涙を拭き寄ったが、よっぽど辛かったんだろうって。わさび苦手なんよ。
私わさび好きだから、かっちゃん苦手なの。もっちゃんも平気なタイプ。なんと愉快な職場じゃねって。昔東京都知事じゃった青石島幸男の意地悪ばあさんを思い出しましたって。あー眠った。すごい昭和やね。なんか記憶にある。でも意地悪ばあさん面白かった。知ってる、ね、そして2件やったよね。ね、ナオトさん2件入ってる。最近の珍しい亀の手、前回より高く買い付けた社長にはびっくりです。なんか注文がねあった。昨日料理屋さんの50年前の漁師さんじゃったらセリに出すことを考えませんじゃろうに、平木貝のコメントがとてもいいって。ねって開けてみんとわからん宝くじみたい。開けたらひょっとして診察渋沢栄一が、はい、渋沢栄一まだ当分回ってこないのね診察は。なるほどな。お嬢かっちゃんと二人でももきっちゃんをからかっちゃいけんじゃろうって。幸子じゃないよこれ、からしでわさびね。もっちゃん負けんなよって。ちなみに私も大型蚊に弱い、蒸し暑い一日の終わり、おやすみなさい。暑いね、何もせんでも汗出るもん ね、 暑いね。続きまして杉本のさあちゃんです。青山鮮魚の皆さん、蒸し暑さの中お疲れ様でした。本当にいいコンビ、明日も頑張って乗り切りましょうね。ぶち汗が出る。暑いね。うん。明日まで頑張ろう。汗が吹き出るもん。片柳さんです。青山鮮魚の皆さん、暑い中でのお仕事大変にお疲れ様です。社長、まあまあの水揚げでしたね。今日、私の住む、栃木でいい？栃木。36度超えの猛暑日でした。まだ梅雨は明けてませんが、皆さんも熱中症と夏バテに気をつけて頑張ってくださいね。もうバテそうだね、朝から。起きた瞬間もうバテそうな。もうすごい汗かくもんね。続きまして富永さんです。富、青山鮮魚の皆さん、暑くて大変の中お仕事お疲れ様です、ね、外で働く人に比べたらね、まだまだこういいよね。かわいそうな外で働く人も暑い中もね、尊敬しますよ本当に。水分補給だけじゃなくて適度に塩分も取ってくださいよ。味見番長、マグロの刺身にわさび忍ばせて、かっちゃんともっちゃん目が覚めたかいってやられたね。夏バテしないようにバクバク食って頑張りましょう。ありがとうございます。明日はね、小川ちゃん来るのでね、お楽しみに。ではまた明日お目にかかりましょう。ありがとうございました。本日もモキッちゃんもありがとうございました。